こんにちは、マリサです。こんにちは、霊夢です。簡単中国史です。マリサさん、今日は誰ですか？今日は五胡十六国時代、前身の第三代皇帝、傅堅です。第三代ということは、暴君傅青さんの、息子さんですか？息子ではなく甥です。そうなのですか。先代と違って、かなりの名君ですよ。そうなのですか。楽しみですね。父の傅勇は、新建国において、多大な活躍をした、将軍だったんだ。そうなのですか。その後を継いだ傅堅は、父もなった遊女将軍に、任じられているよ。きっと名誉ある、将軍なのですね。そうです。将来を約束された人が、なる将軍です。おお。やがて初代天皇傅堅が、崩御すると息子の、傅青が帝位を継ぐ。ああ、暴君でしたね。そうなんだ。傅青は戦は強かったけど、残忍な暴君だったんだよ。困りましたね。やがて、強族宗教の養生が、攻め寄せてくると、傅堅は将軍として、前線で戦い降伏させる。おお、さすがですねー。このように戦では、順調だったのだけれど。はい。皇帝の不正が問題だった。人格壊れてるんですよねー。そうなんだ。酒に溺れて見境なく、周囲の側近を殺すことから、部下や親族からも呆れられ、不堅に皇帝散脱を、促す者も多かった。それはそうですよね。しかし傅堅は散脱には、踏み切れなかった。そうですよねー。ところがある夜、傅青が自助へ。ほう、傅堅兄弟も、信用できんな。明日にでも、これを覗くとするか、と話したのを聞いて、傅堅の兄、傅宝へ、密告してくる。知らせてもらえて、よかったですねー。傅堅は傅宝と共に、その夜のうちに、政変を起こし、傅青を捕らえて、殺してしまう。ギリギリ間に合いましたね。また兄傅宝が、側室の子で、あったことから、弟ではあるが、正室の息子である、傅堅が天皇位についた。そうなのですか。複雑ですね。しかし、傅宝が、優秀で人気も、あったことから、傅堅の母皇嗣が恐れ、傅宝を殺してしまう。マジですか。権力闘争は怖いですね。傅堅は遺体を見ると、吐血して嘆いたというよ。よかった。まともな道徳心を、持っていたのですね。天皇位就任後は、やはり乱世の時代であり、他国との戦いに明け暮れる。しょうがないですね。しかしその乱世の中でも、傅堅は内政を整備し、前政を敷くんだ。そうなのですか。不要な官職の統廃合、農業の奨励、学校の設立から始まり、貧困者や老人を救済し、食べ物を与えたので、民は喜んだというよ。ええ、天国のような国じゃん。良い君主ですね。また大干ばつが、起きた際には、傅堅は自分の、食事を減らし、妻の衣も質素にさせ、三択を民間にも、解放したため、干ばつは大きな災いとは、ならなかったというよ。名君ですねー。民から人気出るよー。また妻の弟の教徳が、民衆の財貨や市場、横暴な振る舞いで、収奪していたところ、大毛という部下が、教徳を捕らえて、傅堅の命を待たずに、処刑してしまった。おお、天皇の親族を殺すとは、後で怒られるでしょ。それが、傅堅は大毛の話を聞くと、大毛の判断に、理があるとして、大毛を罰しなかった。すごいですねー。まさに名君ですねー。逆に大毛を信用し、大きな権限を持たせ、
国の風紀を取り締まらせた。そのことにより、秦の国では、治安が良くなるとともに、賄賂をはじめとした、管理の不正も、なくなったと言われるよ。おお、秦の国だけ、乱世じゃないですね。この五胡十六国の、時代の中では、この府県の治めた時代が、珍しく落ち着いた、時だったよ。そうですよねー。府県すごいなー。しかし国内の安定とは逆に、外部や親族内では激しい戦いを繰り返した。そこは他国と同じなのですねー。しょうがないですよね。しかし反乱した親族に対しても子供だけは助けるといった寛大な対応もしているよ。すごい心が広いですね。確実に名君だよ。そして戦乱の中よく収まっていた。この前進には、敵国の将軍や、王族までもが数多く、寝返ったりして、帰属してくる。マジですか？中でも、戦費の御用水や、行の要長といった、各国の中心人物も、前進に帰属してくる。それはすごいですね。まさに理想の統治ですね。そうなんだ。剣はすごいですよ。そうですよねー。でもその陰には必ず大毛がいた。ほうほう。大毛が内政に軍事に多大な貢献をしたんだ。そうなんだ。剣は自分と大毛を劉備と諸葛亮に例えているほどなんだ。そんなにですか。しかし大毛は志半ばで病により死んでしまう。困りましたね。府県は何度も同国したと言われているよ。よほど大切な人物だったのですね。大毛の死後も他国との戦いは続くんだ。乱世とはいえ大変ですね。しかし長い戦いの末、前進はついに混乱状態であった各国を一応統一することに成功する。あの混乱の時代の過酷を収めたのですか？一時的ではあるのだけど、統一したんだ。一時的なのですね。でも、すごいですね。実はそこで満足しておけば、よかったのだけれど。はい。最後に残った、河南の東進まで、服属させようとするんだ。はい。でも東進って、お父さんの府県が、感触をもらった、国ですよね。そうなんだ。つまり昔は東進の、臣下であったのだし、東進を服属させるという、こと自体が筋が通らないし、また危険を犯してまで、攻め取るメリットがあまりなかった。そうだよね。だから軍心が皆反対する。そうですよね。しかし、この時の府県は、野心で目が、くらんでしまっていた。そして臣下の中でも、御用水、領長といった、多民族の長たちだけは、東進公約に賛成した。あまり信用できませんね。府県の旧臣や親族は、多民族の言うことなど、信じるべきでないと、何度もいさめたが、聞く耳を持たなかった。野心で目が、くらんでいたのですね。ついに府県は、東進攻撃を決意し、翡翠という場所で、東進軍と決戦する、ことになるのだが、その時に、東進軍の夫人が、立派であることを見て、府県は行動が迂闊だった、ことを悟ったらしいんだ。遅いよ。そして戦いは、異民族の友軍である、主女の裏切りもあって、東進軍に大敗してしまう。ああ。府県自身も、流れ矢に当たって負傷し、落葉まで短期敗走する、というありさまだった。厳しいですねー。それでもなんとか、生きて帰れたのですね。そして何よりひどかったのは、東進攻撃に、賛成したはずの、御用水や領長。
と一体民族が、府県軍の敗北を見ると、離反して独立してしまい、各地で国を作ってしまう。みんな野心を、持っていたのですね。また以前服属したはずの、御用王、御用中も、各地で独立して国を、作ってしまう。わあ、大混乱ですね。その通りなんだ。せっかく統一した過酷も、再び各民族が割拠する。乱世に逆戻りしてしまう。ああ。そして、一度敗北した前進は、再び勢いが元に、戻ることはなかった。ああ。前進は独立した国や、東進から攻撃を受け続け、長安は御用中に占領され、御昌山へ逃げた府県は、最後要長により捕まる。ああ。昔助けてもらった、はずの要長も、恩など忘れたように、府県に禅譲を迫り、それを府県が拒んだため、最後は締め殺されてしまう。なんて悲しい、最後なんだろう。あれほど前提を敷いて、異民族や、敗北した敵将にも、情けをかけたのに、最後はこんな、死に方なのですか。乱世はひどいですよね。本当ですね。今日の話は、これでおしまいです。それではまた。またまた。